第3部か、そうですね、この2の場合はもう3部か4部くらいにいかないくらいの設計図ですね。あんまり薄すぎてもね、曲がないと。ですね。ふざけ響きましたよね。と、これもう縦目ですからね。縦目だからこういうふうに響いてます、これはね。いましたよね。このままもう、1箇所でも行くときあるんですよ、こう。これで、ほら、あ、ね、これを、まあ、今度は蓋付けですよね、うん、これこのコルトにも、一面っていうのは、外から行ってる一面を必ず切らなくちゃいけないからね、あと火が切れたりするから。で、ここで、まあ、この蓋付けここできたところで、ここですね。で、これを、まあ、例えば、まあ、大体ランチョンのね、黄色いですね。大体右と左と、まあ、いいくらいのちょうどパネルみたいなのを作っておこうですね。それで、まあ、これ仕事が早いからほら、一応、こういうふうな、もう、これ、下平用の、こういうあの、太陽に決めるやつを作っておこうですね。さあ、2枚持ってね、大きさと、それと大体左と右の同じような場所で、まあ、丸めていく。パネルはもう絶えず大きさによって作っておいて、平物とか老舗とか下平とか御三とかね、うん、こういう大きさに作っておいて、で作っておいてすぐそこできるように。で、まあ、これにやっていくから、これを、まあ、今度は同じように、この蓋の方を通して、これを、ゴミで、さっき言ったような、吹き立てですね、最初。これが、今の、最初からやってたから、最初っていうことはこういうね、ゴミを入れてもいいです。この時に一番気をつけなくちゃいけないのは、これどっちも大体同じような太さでね、持ってるわけじゃいけないからなんですね。これがもうほとんど何やるかでも同じ基礎ですから、最初ほどの架空のやつでも同じやり方ですね。こういうのもこれがたまたま小判だからこういうふうにやってるみたいでね、比較なのも同じここのやり方です。たくさん掘るとヒビが入ったりするからね、なんていうのか、静かにこの状態で掘られるところで、まあ、掘っていっちゃうのがあれですね、リストロッツ石にもいいし、傷がつくとヒビの入ったのは大変だからね、なかなか物にならなくなるからね、そういうことを注意しながら最初のみやりから気をつけて、thank you。
Thank you.